皆さんこんにちは、ピアニストの松本和正です。今日はベートーベンのピアノソナタ第32番の謎を解き明かしていきたいと思います。その謎とはですね、第4変奏、第2楽章の第4変奏なんですけれども、あのノリノリの第3変奏の後の一旦静まったところの美しい変奏ですね。この一番最後の場面でなぜか左手が1音だけ重音になっている。小節番号でいうと96小節なんですが、そこまでずっと左手は単音なんですね。こういうふうにずっと単音で続いてるんですが、ソシという、重音になっている。一体これはなぜなのか。一つにはここをどうしても和声にしたかったっていうことはあるとは思うんですけど、それにしてもなんだか釈然としないものがあるとずっと思っていたんですね。でもある時、僕はひらめきました。もしかしたらここに という音型が隠されているのではないか。で、それだけだとそんなになんかね、いじくり回した結果なのかなという感じがしないでもないんですが、このソドドという音型、いろんなところに実は出てくるんですね。一番大事なものとしてはこの曲の最後の左手に出てきます。ここで出てくるこの音型が大事でないわけがないですよね。でここもね、ずっと自分にとって謎だったんですけど、なぜ半端に、2拍目、16分音符で取ると4拍目ですね、なぜこんなところで終わるのか。こうやって一拍目で終われば座りがいいのに、なぜこうやって二拍目で終わるようになっているのか、ずっとこれまた謎だったんですが、この騒動を言いたいんだということが分かって、とても納得がいくようになりました。ではこの騒動っていうのは何なのか。ここでこの曲の、第二楽章の冒頭のテーマをちょっと弾いてみましょう。このソドドというのは最初のテーマ、これの裏返しなんですね。でこの楽章はこういうモチーフで始まって、最後がと終わる。これ問いかけと答えみたいじゃないですか。僕は実際絶対そうだろうなと思って、解釈をして弾いています。でその道しるべとなるものがたくさんありまして、さっきのその左手が重要になってとなるところっていうのは何が起こっているかっていうと、今まで長さの変わらなかった、テーマからその尺が全く変わらなかった変奏がここで伸びるんですね。だからその変奏がここで終わりじゃなくて、その先がやっと見えてくる。要するに次なるステージへ行くわけです。扉が開くわけなんですね。
そのとっても大事なところにこのテーマが、置かれているんですが、その後どうなるかというと、一旦、トリルの迷いの中に入っていって、そしてもう一度最後にそうに乗って最初のテーマが出てきます。その前の下りですね、一体何が起きているのかというのを逆から後ろから後ろから辿っていきたいと思うんですけど、そのちょっと前ですね、120小節目からこれ最初のテーマですよね。そして左手に今度はかけであったり嘆きであったりため息であったり、そういうものが込められていると思います。それがずっと何回も何回も続いていくんですね。今までずっと下がる音型だったものがここで上がる音型になっている、まあ、ここだけ見るとね、たまたまじゃないかと思われるかもしれないですけど、その次の小節にはまずここにスラーがかかってますね。それはいいとしましょう。で次にもスラーがかかっている、ついに出てきました。この下がっていく気分と上がっていく気分、一体どっちが内確執のかというと、もちろんそして、幸福感に満たされてもう一度最初の問いを投げかけてみる。そしてこの変装も最後の最後でまた引き伸ばされて、その一番最後でどうなるかというと、どん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 音が上がっていって、その次にあるものはなわけですよね。その最後の答えが見つかる一歩手前、もうほぼ見つかったと言ってもいいかもしれない。そして最後に、思い出のようにこの問いかけがもう一度リフレインして、そしてちょっとまあこれはそのモチーフとは関係ないんですけど、ここの部分ここで何が起きてるかっていうと、ソシレファ、ここでもう完全にこの属七を出してくるんですね。これベートーベンがよく使う手法で、最後に欲しいこのトニカの和音の前にはもうこれでもかっていうくらい属七を出してくる。例えばワルトシュタインソナタなんかがそうですよね。なのでここでようやく本当に最後の扉が開かれようとしている。隣の最後はこの音でしょうね。そして
につながるわけなんですが、ではもうちょっと前を見てみましょう。先ほどのこのここのソドドの後に何が起きるかというと、このトリルの感じさっき聞きましたよね。ここでソに行ければその後ドが待っていて、満ち足りた最後の答えがやってくる。だけどここではこのソに上がれないんですね。上がれない上がれないと言ってる間に最初の問いかけがまたこう壁のように落ちてくる。要するにここではもう今にもたどり着こうか、今にも見つかりそうになっていた答えがに結局たどり着かなかったという、そういう物語なんですね。そして悲嘆に暮れて、トリルの海に溺れていくようなところがあるわけです。そして先ほどやったここはとっても落ち込んでる辛い場面ですよね。そこから上がっていく恩恵が徐々に見えてきて、日が昇るようにようやく光が見えてきて、そして一番最後の下りまでどんどん続いていって、そして最後にあなたの待っていた答えはこれなんだよと言わんばかりに、と終わっていくというシナリオになっています。はい、そう思って聴いてみるとこの曲の面白さが一段と増すのではないでしょうか。ではまた。